皆さん、おはーす。家で暇な時はお絵描きしよう、そうしよう。究極のインドア派 VTuber、くれないつきこです。今回は、絵がちょっとでも上手くなりたい方必見の、いつもの内容とは少し見方を変えた動画です。それじゃあ早速、行ってみよう。お絵描きって、やっぱり画力が大事ですよね。さて、問題です。その画力って何だと思いますか？そりゃ、物を上手に描くことじゃないの？って？まあ、そうですよね。では、もう一歩踏み込んで。その上手に描くことって、もしかしたらアウトプット。キャンバスに線を引くことや、色を塗ることが最重要。と考えている方も多いのではないでしょうか。答えはノー。もちろん、その線を引くことや色塗りなどの筆運びもとても重要です。練習は欠かせません。ですが、どれだけ上手な絵師でも、ただキャンバスに描いているだけじゃない。むしろ上手な絵師ほどインプットがとっても、とっても上手なのです。アウトプットも練習しますが、上手な絵を描くには、描くものの知識が一番重要です。そう、今回のテーマ、絵が下手な人は実はあれができてないのあれとはインプット。ということで、今回はインプットについてのお話です。いかにインプットが重要かというお話をしていきますね。早速ですが、小学校の理科の授業で草花の観察をして描いたりはしませんでしたか？あの練習を続けていけば、たとえスタートラインは違くても、何か特殊な事情がない限りは、絶対ゴールでは見たものと同じように描けるようになります。早い話、物がそこにあるなら、誰でも練習すればそのもの自体は上手に描けるようになるんです。でも絵って、正面だけじゃなくて、斜めとか横とか、現在見えているものとは別の角度から描くことの方が多いですよね。イラストでもアニメでも漫画でも、いちいち描きたいものを取り出して、動かして観察して描くって、時間もかかるし、やってらんないじゃないですか。しかも、持ってないものは動かすことができない。そんな時には、この方法。ズバリ、脳内 3D フィギュア構築です。例えば、人気の美少女フィギュアを正面から写した画像が手元にあるとします。正面から見た図なので、正面から見た角度では描くことができますね。ですが、そのフィギュアのポーズで、右後ろから煽り構図で女の子のパンツも描きたいってこともあるじゃないですか。え？ない？ここはあるということにして、人気の美少女フィギュアなので、他の角度から撮った画像もネットに上がっていました。もちろんその中に描きたい構図があれば、その構図を描くだけですが、横と後ろ姿のアングル、そしてなぜか真下からのアングルはあるのに、好みの角度がありません。そんな時に必要なのが、脳内でフィギュアを構築する能力なのです。方法としては、画像検索で見つけたアングルを脳内でつなぎ合わせていくんです。足りないところは脳内補完をすることで頭の中にフィギュアを構築してしまう方法。先ほどの美少女フィギュアの例で言うと、まずは正面と横と背後の画像を何もない空間にそれぞれ配置して、間の斜め後ろの姿を想像して補います。次に、下からのアングルを配置し、右斜め後ろ、煽り構図までの姿を補えば、とりあえず、描きたいアングルのフィギュアは完成しました。あとはこれをキャンバスに捻出すれば、イラストが描けるという寸法です。ただ、今まで絵を描くために観察をしてこなかった人が、いきなりこの方法を実行しようとしても、今までの経験値が少ないので、当然うまく脳内フィギュアは作れません。上手に作るには、大玉花火のように足りない部分を補うようにペタペタと
いろいろな角度からの画像をしっかり正しい位置に配置できるようにすることが重要です。目的の美少女フィギュアだけでは資料が足りないときには、人物の素体、曲げた足や腕の構造、シャツの構造、スカートの構造、靴の見え方、パンツの構造、などなど、いろいろな知識で補っていくんです。その構造だって、自分の体や様々な資料を観察したり、構造を理解したりしますよね。これには、日々のインプット作業が必要不可欠。だから、インプットって一番重要なんです。お分かりいただけましたか？長々とお話ししてきましたが、足りないものがインプットだと分かっても、どうやって鍛えたらいいんだよ。そう思いましたよね。大丈夫。今すぐにとはいきませんが、ちゃんと鍛えられます。というわけで、ここに来てやっと練習方法をご紹介。その方法とは、毎日絵を描き、完成させることです。なんだよそれっていう声と、やってるよって声が同時に聞こえてきた気がします。わかりました。ちゃんと解説しますね。毎日絵を描くこととは、ただ好きに描くだけではありません。描きたいイラストのゴールをなるべく明確にして、そこに向かって進むように描いていくんです。今日はイケメンサラリーマンがスーツを着て、休憩中にコーヒーを飲んでいる図を描くと決めました。あなたはスーツ、ちゃんと描けますか？コーヒーのカップ、ちゃんと描けてますか？オフィスの机や壁、棚、コーヒーサーバー、パソコン、描けますか？そして、描けないものを想像だけで描いてませんか？そこです。そこなんです。描けないものを想像で適当に描いて、描けた気になっているあなた。それでは、いくら毎日描いても、いつまで経っても上手くなれないのです。今挙げた中で描けないもの、頭の中になんとなく画像は浮かぶけど、ふわふわしてて、しっかり画像から線画の抽出ができないものは、お使いのパソコン、スマホやタブレットで全て検索してください。できれば、1枚だけでなく何枚かあるといいですね。出てきた画像を使って、先に解説したように、脳内で 3D を構築しながらイラストに落とし込んでください。でも、背景のある絵は、それだけ描けてもダメですよね。次はオフィスという箱庭に、人物や必要な机やパソコンなどを置いてみて、人物との高さの比較ができて、それをイラストや漫画に反映できるようになったら、もうプロ級ですよ、プロ級。これだけ聞いたら、めんどくせえ、やってられっかってなると思うのですが、少し意識することを続けて、わからないから調べてみようという思考になってしまえば、もうこっちのもんです。よく、プロは見ないで書くと言われていますが、詰まるところ、今まで蓄えた知識が桁違いなので、頭の中の 3D でほとんど資料が揃ってしまうので、他人からすると見ないで書いているように見えるだけなんです。だから、プロになりたいからといって、見ないで書くことを優先しては、絶対にダメです。それに、プロだって、見えないところで資料をたくさん書き集めて、日々知識を増やしています。そう思ったら、なんだか真似できそうな気がしてきたでしょ？自分の想像の中だけにある不思議な世界観が書きたいという方には効果はないかもしれませんが、大体の人が、キャラクターだったり、背景だったり、現実にもあるものを描きますよね。見栄えを優先して崩した絵と本当に描けないんだろうなと思う絵って意外と見てる人にも分かっちゃったりするものなんですよ。というわけで、ね、簡単でしょ？とは言えませんが、インプットの練習をやるかやらないかで今後の成長スピードは違います。お絵描きビギナーさんやワンランク上手くなりたい方は参考にしてくださいね。私もインプットも頑張ります。一緒に紙絵師を目指しましょう。
ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったよ、観察頑張ってみるよって方は、ぜひいいねボタンを押していってくださいね。このチャンネルではこのようなお役立ち情報やイラストメイキングなども上げていますので、チャンネル登録や新着通知のベルボタンも押していただけると嬉しいです。以上、紅月子がお送りしました。おやさーい。